ちは。住まいで暮らしを楽しむチャンネルナビゲーターの倉田亜美です。今回は田尾美和子さんのご紹介です。トキデザインの清原真紀さん主催で育成の扉を越えて2021喜びの私へというテーマでのイベント開催でした。それでは田尾さんのお話の一部をご覧ください。そこの真ん中のところにハートと周りにカードが置いてあるんですけど、これがユニオミシティっていうプロダクツです。で、今カードしかないんですけど、それに対応したオイルと、あとまあ若干ミストがあります。で、このツールを通して自分の本当のハートを感じることで自分の本当の声に気づいていくっていうような、そういうまあことに使うためのツールです。で、その中で11枚キーワードがあるんですけど、今日はその中の3つ目のキーワードなんですけど、このオーバーカミングトライアルズというカードがあります。で、これは日本語で訳すと試練を克服するというカードです。で、試練って聞くと試練ってみんな引くんですけど、その11枚のカードを見てもらって分かると思うんですけど、一番ポジティブなカードです。火のように燃えているような、明るくて喜びに満ちた、そういうキーワードです。で、なぜ今日このテーマでやろうと思ったかと言いますと、皆さんご存知のように今コロナ禍でいろんな制限を私たちはの中で暮らしています。でも地球規模でいろんなかつてないような変革の地球を迎えてるなと思うんですけど、そんな中でそれぞれに一人一人にいろんな決断とか選択とか決めなきゃいけない、トライアルしなきゃいけないっていうことがそれぞれにあると思います。で、それを頭でいろんなことを考えるとどれが答えだったかが分からなくなってしまうんですね。なので、くつろぎながら自分のこのスペースにスーッと入ることによって、自分はどうしたかったんだろうっていうことに本当の意味で気づく、そういうことのきっかけに今日はなったらいいなと思っています。なので今日はその11個のキーワードのうち、このキーワードに特化してやっていきたいと思っています。そして、そのそれぞれにキットを作ってテーブルの上に置いてるんですけれども、その中に、ちょっと出していただければと思うんですが、今日のキーワードのカードと、このカードですね、と、そして今日のレジュメ、あとちょっとワークに使うメモのようなものが入っています。今日はこれを使ってワークしていきます。で、ここにパンフレットを入れているので、どういうキーワードがあるのかとか、このオイルにはどんな香りが、入っているのかなとか、そういうことにも気づいていただけるかなと思います。なので、これはぜひ見ていただければと思います。そして、そうですね、このワークは今日皆さんにしていただきたいのはリラックスしてほしいということです。緊張して何かこうちゃんとやらなきゃとか、初めてだからうまくしなきゃとか、みんなにちゃんと合わせなきゃとか、そういうの一切思わないでください。大事なのが自分に集中して自分にくつろぐということをしてください。なので、あの人あんな風にしてるけどとか、そういうことを気にしなくていいです。もう自分のこのスペースに、今日の自分のスペースにスーッとくつろいでもらって、その中で思考によらないで、むしろ思考はちょっとこっちに置いといて、自分のこう、くつろぐ、ハートをくつろぐということを意識してやっていきたいなと思っています。そうですね、こんな感じで始めていきたいと思います。で、今日はくつろいでいただいた中で、香りを使って一緒に瞑想したり、
まあ、瞑想といっても少し修行のような瞑想ではなく、香りを使って深呼吸をするようにして、ハートにスーッとこうリラックスしていくような感覚です。そしてその中で起こっていくことを一つ一つ眺めながらやっていきたいなと思います。いかがでしたか？今回のイベントでは香りのオイルを使った瞑想から始まり、美しい絵のカードからメッセージを受け取りました。そして最後はお花のティータイムでご参加の皆様は楽しまれたようです。タオさんと清原さんは定期的に銀座ショールームでイベントをしておりますので、ホームページでチェックしてみてくださいね。ここ土屋グループ銀座ショールームでは様々なセミナーやイベントを開催しておりますので、銀座ショールームで検索してみてくださいね。よろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。また別チャンネルではございますが、クラタアミでございますでは私のプライベート動画も配信しておりますので、こちらもぜひ概要欄からチェックしてご覧いただければと思います。それでは本日は以上となります。チャンネルナビゲーターはクラタアミでした。